よくパターをアッパーブローで打てって言われるんですけども、ボールはアッパーブローでは絶対に打っちゃいけません。これどういうことかと言いますと、基本的にボールというのは地面にある状態になります。でそこにパターを置いてバックスイングを上げていくと、クラブのヘッドというのはだんだんと上昇していきます。でその後ダウンスイングで下ろしていくときにアッパーブローで打ってしまうと、下ろしてきて地面にクラブのヘッドが当たってアッパーでボールを打つか、もしくは下ろしてくるときにクラブのヘッドが地面に当たらない状態でヘッドが浮いた状態で当たってしまいます。そうするとボールに正しい回転がかかりません。バックスイングを上げる時点でクラブのヘッドというのは地面から浮きますので、ダウンスイングは絶対にダウンブローにならなければいけません。じゃあどうしてこのアッパーブローで打てという定説が広まったかというと、アッパーブローになるのはボールを打った後になります。最初構えた状態でボールが地面にあってクラブのヘッドがあって、でバックスイングを上げるとクラブのヘッドがだんだんと浮いていきます。でその後トップのポジションからダウンスイングでクラブのヘッドというのはダウンブローで降りてきてボールに当たります。で打った後クラブのヘッドというのは上昇していきます。なので当たるまでというのは絶対にアッパーブローは意識しないでください。